どうも高井です。労働者は搾取で削られ続ける。だから資本家が遠い存在に見えても、今すぐクリックで資本家への道を考えよう。この本結構いい本なので話しますが、この本の中で現代でいうグローバル資本っていうのを植民地支配っていうふうに書いてます。植民地支配っていうのは戦争で負かした国っていうのを現地の人を安く奴隷のようにこき使って生産させ続けるっていうような話です。現代の製造業で言ってしまうと、日本の大手がよく隣の中国の人たちを安くこき使うための工場を設置し、安くこき使ってパーツを作らせて日本へ輸入し、日本で組み立てて日本製品として販売する。あ、なるほどねみたいなことはありません？分解してみたらこんな風になってました。中身サムスン製ですとか、それに近いんじゃないかな。今でいうグローバル資本っていうのは植民地支配的考え方ですが、日本の経営者ってそこはまだ抜けてないんですよ。日本人が奴隷を使ってるってイメージでは少ないでしょうけど、この植民地支配の価値観で動いている、グローバル資本っていう価値観で動いている企業はまだまだあるはずです。それが日本に撤退して戻ってきてるっていうことは、海外のグローバル資本というか海外の労働者をこき使って働かせるよりも、日本人をこき使って働かせた方が安く済むっていうふうに経営者考えちゃったってことです。日本の中間層も没落して落ちていってますよね。で、下の労働者はそれでも今でもカツカツできつい労働してると思います。そんな中、果たして資本家と経営者だけ潤って労働者だけ痩せこけていくっていう社会で、果たして社会が回っていくのかって言ったら、私は確実に日本は没落していくって思ってるし、それは皆さんも考えてることでしょ。2020年以降日本が地獄に行くみたいなイメージでみんなもいるわけだ。それがなぜなのかってことを考える上で、この本ってすごい役に立つと思うし、それに日本でストライキは起こせないなんて原因があるんです。ただその原因は私がだいぶ前に作ったコンテンツで話したよね。そちらをご視聴ください。コンテンツのタイトルは、なぜブラック企業は強いのか、そちらに載せているので、そちらが気になる方はご視聴ください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。